フェリックス島 F5 カルショット航空基地でスリップ上に中期する F5 フェリックス島 F5 は第一次世界大戦末期にイギリスで完成したフェリックス島海軍交渉制の飛行艇である。イギリスが導入した F 型飛行艇の原型は米国カーチスが大西洋横断を目指して製作したカーチス H4 スモールアメリカである。 1913年、英国サセックスにあるホワイトトムソン社がカーチスの代理店となるが、同社のテストパイロットだった。ジョン・ポートは、第一次大戦勃発に伴い、海軍航空隊中佐となった。ポートは、英国本土に飛来するドイツ帝国のセッペリン飛行船を洋上で発見し通報する目的で上層部にカーチス H4 の購入を進言し、 これに続いてより大型のカーチス H12、ラージアメリカも導入された。しかし、これらの飛行艇は、北海の荒れる海域では、馬力不足で、離着水性能が低く、ポートは機体を再設計した、改良系を開発した。この F 型と呼ばれた一連の機体は、H4 を元にした F1、H12 を元にした F2、 翼端を延長した F3 を経て、最も大型の F5 型となった。F5 は1918年5月に初飛行した。カーチス製 F5 リットル停滞は、木製合反製で、離着水性能の向上を図り、停滞底部の断面を V 字型にして、停滞後部を高くした。この形状による、性能向上は大きく、逆に、カーチス社が、この低型を採用した。 主翼は延長されたほか、垂直安定版も装備された。航続距離延伸を狙い停滞が大型化されたが、予算の問題で、その他の部分は可能な限り F3 型と同じとしたため、バリ不足で飛行性能が大幅に低下してしまった。後に発動機をロールスロイスイーグル7から8に換装している。量産はショート車等が担当した。 第一次大戦での実戦仕様には間に合わなかったものの初期のフェリックス等飛行艇を代替する形で戦後配備され1925年にスーパーマリンサウサンプトンに置き換えられるまで活躍したまた米国カナダでもエンジンをリンカーン製のリバティとした F5 リットルをアメリカ海軍航空工廠カーチス等で生産している日本における F-5 号飛行艇1919 19年に日本海軍は本機を爆撃用飛行艇として国産化することを計画し1920年9月にショート車とライセンス契約を結ぶとともに完成機を発揮、購入した。その後1921年4月にはショート車からドズギ師、フレッシャー技師ら21名を招聘され6機分の機材を用いて 横須賀海軍交渉造兵部で本機の製作技術についての講習が行われた。この講習には横須賀交渉の軍属の他にも航海軍交渉や一度計電機の技術者も参加した。6月にはイギリス海軍からセンピル教育団が来日し、7月から始まった飛行講習ではブラック連少佐による飛行講習が完成したばかりの機体で行われた。 この飛行講習に伴い4機を追加購入している。1923年11月22日、F5 は F5 飛行艇として正式採用され、横須賀交渉や航海軍交渉、愛知時計で60機が生産され、1930年頃まで現役に止まっていた。また、広章ではエンジンを、 ロレーヌ製の 400HP エンジン及び 450HP エンジンに変更したものも試作され、前車は F-1 号飛行艇、後車は F-2 号飛行艇と呼ばれた。この他にもエンジンや機体に回収を加えた数種類の試作機が製造されている。本機は日本海軍における最初の正式飛行艇であり、日本で 本格的に製造された初めての飛行艇であった。その後続性能を生かして、数々の洋上長距離飛行に成功したほか、1921年7月9日に戦艦、岩見で行われた、対艦爆撃実験など、各種の訓練に活用された。後継機の15式飛行艇は F-5 の設計を踏まえている。出展、日本の名機100 ハット ABCDEFGHIJKLM、N 木村秀政、田中翔一、日本の名機百戦文春文庫ビジュアル版、V20 から171997年、ISBN4 から16から81203から、3 p 1 5 4 1 5 5ハット ABCDEFGHI 写真提供、吉武雅子、改装のアルバム、 日本海軍最初の正式飛行艇 F-5 世界の艦船通貫631周解任者 P4547 ありがとうございます。